あっちゃんです。今日は1月3日、あっちゃん家のお昼ご飯は今日もね、あれです、お雑煮、お餅が入った福島流お雑煮、三つ葉をたっぷり入れていただきましょう。ちょっとね、味が濃くなった、煮詰まっちゃったかな。生姜を入れると美味しいらしくてね、ヒカが言うにはヒカのおすすめ、生姜を入れてみましょう。風味を変更すると、さっぱりする。熱いな、めちゃくちゃ熱いね。おすばしが足りなくなった。え？具がないな。具が、食べしもだぞ。具結構多めに、え？温めすぎたな。いただきます。おすましとお酒、今日も一日飲んでいくわ。飲めるようになりたい。あと2年やな。あっという間や。子供の頃さ、ちょっと飲んでみるかって言ってさ、ビール口つけられることがあって多い気がするんだ。昔があったよな、そういうの。やったですよ、犯罪は。やっちゃん言われた。まあ飲め飲め。落とすや、落とそうって言って。みんなさ、酒やんみたいな。大体嫌な顔するね。大体な、親戚が集まったらほな落としようね、みんな。子供ビール飲む。子供ビール飲む、昔なかったもん。子供にビールを飲ませる。それが昭和の当たり前やった。正月ぐらい酒飲んでもええとか飲まされる。全くもって酒飲まんとなって言ってたから、18のさ、20歳にしようって、酒を20で頼むなんやねんって、選挙権、選挙権に来てへんやん、18歳来ると思ったんか。18から選挙権来るんで、じゃあって投票しに行く人が少ない、少ない。じゃあ、18ぐらいの方の方がな、ネットとかでな、あれ、鵜呑みにされやすいからな、票取りやすいと思ってんねん。そうだね、選挙権18歳にしたやつ、あれは票が欲しい人第一党や。あの党には入れへんか、なんで子供優遇しにくせにさ、あれやね、子供にな選挙権渡す、自由でも民主権でもなんもないよな。ゆかさん、私たちになったからさ、18歳もともと19の時の人じゃなかったのにさ、18やったら同人党にしたらいいんじゃん。同人党なんかあったらそんなにいいよ、さっさのせん、あんなあれやんか、自由同人党やんか、ほとんどあれやんか、風の人が捕まったやん、風の人が昔な、銃刀法違反で捕まったな、市会議員をって、刀持っとって、日本刀って呼ばれとって、選挙になってるうちにコビ売ればな、勝てんね、風の人が捕まって、風の人、風の人、ああ、コロナ禍で見せろ、不法侵入で捕まってる、あれ絶対さ、どうにかしてさ、捕まえてさ、悪い印象与えたら、そうそうそう、それしかあらへん、穴見つけようとしてやん、
ちょっとやりすぎた感あったけどな、うん、あやりたくなんねん。 YouTube 40の回バンされてる。おかわりした？あ、もうちょいあるわ。おかわり入れる？セルフおかわり。だし残ってんの。お餅もうちょっと焼いてもいいかな。お茶ちゃんもお腹いっぱいけど。はいどうぞ。自分で三つ入れてください。え？三つ入れへんの？昔やろ、うん、年いったら食べたくなるやろ、うん、俺まだな、光るかな、多分年いったらな、引き出しいだけど食べたくなる、うん、もうなんでか知らんけどな、キノコは食べられるなんで、年いったら不思議とな、まああかん人もおるけどな、でもしいたけは最初はあかんけど、いっちゃん嫌いで食べしいたけはな、やばいけどな、えのきとかな、あれとか、しめじとかな、あの辺はいける、なめことかいけるのなんでか知らんけど、いや、でもな、大人になってもな、変わらへんのがトマトやねん。トマトのあかん人と大人になってもほんまあかんねん。不思議やわ、あれ。生トマトほどうまいもんないのに。いや、トマト食べてもちょっともさ、気持ちがわからないな。わからん。でもさ、トマトは加熱したら食えるタイプの人と分かれるっていうのは。分かるんです。それは多いね。うん、なんでやろな、あれ。熱入れてなくなるわな、酸味っていうか、尖りっていうか、酸味じゃない、酸っぱいのは別にいいけど、うん、トマトの青臭さ、青臭さってでもない、ピンと聞こうへんな、なんか気持ち悪い味するか、中身がジェルみたいなとかも無理、うん、他にもうちょっとあんね、うん、入れてきた、自分で入れんやん、セルフおかわりしてやん、もうこれで終わり、借りて噛んでもらって、はい、終わり、福島保存にはなくなりましたまた作ってもいいけどね、別にお正月に作る必要ないよね、普段作ってもいいんやけどさ、今年ね、初めて、いつも胸でやっててんけど、お金なかったからやねんけど、桃でやるとかなりコクが出て、コクちゅうか桃の油でね、旨味が出る、大変なことだけど、ただね、胸は胸でね、鶏の旨味よりも、うん、ちょっとパサつくんだけど、美味しいね、うん、ずっと胸でしとって、今回初めて桃でしてんけどね、桃の胸の地鶏がなかったよ、なんか桃でやってんけどね、うん、おいしい、餅がね、うん、おいしいね、何が合うわ、うん、あったかなってきた、キッチン行くから持ってきてんやけど、
熱いね。うん、おいしい。すばしきも極めておいしいからね。今日のあっちゃん家のお昼ご飯は福島風雑煮、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、お雑煮も終わったし、今日は3日、3日のお昼ももう終わったんでね。でまだね、あっちゃん家は正月気分でゆったりまったりしてます。でちょっとね、ゆるっと過ごしながら今日も一日酒飲んで過ごしたいと思います。やねんけどね、ちょっと子供からのリクエストがあってね、昼から作るもんがあるんで、またそれ作ったら、動画で紹介します。はい、ということで今日のあっちゃん家の、お昼ご飯、お雑煮でした。ごちそうさま、美味しかったです。